まりさ、この前首都高を走ってたらジャパンタクシーがめちゃめちゃ攻めてたのよ。それはおそらく後部座席からの圧力で攻めていたんだろうな。タクシーにもそういうことがあるのね。昔はタクシー用に開発された車をメーカーが純正でチューニングしたことがあったが、今じゃそんなのもないからな。どういうこと？つまり、現在で言うとジャパンタクシーの GR モデルみたいな車だ。全然意味がわからないんだけど、そんなことあったの？そういう変な車種は各メーカーからたまに出てくるぞ。そうなの？気になるわ。じゃあ、今回はそんなヤバい設計の車を5車種説明していくぜ。よろしく頼むわ。まず1台目はマツダのユーノスコスモだ。名前は聞いたことがあるわ。どんな車かは聞いたことがないか？それが知らないのよ。まず、今回取り上げるのは4台目なんだが、霊夢が聞いたことあるのはおそらく初代の頃だな。そうなの？なんで？世界初のロータリーエンジン搭載の市販車だからな。初代が世界で初の市販ロータリーエンジン車なのね。そうだな。話を4台目に戻すが、この車は1990年に発売された。マツダのラグジュアリークーペっていう位置づけの車なんだ。マツダがそんな車出してたのね。それがバブルってもんだ。それでこの車はどこがどう変なのよ。まず、この車には 20B 型のロータリーエンジンが搭載されていたんだが、これは量産車初の3ローターでレシプロエンジンでいうと12気筒並みの滑らかさを実現した。とも言われたエンジンを積んでいたんだ。なんか凄そうなんだけど、スペック的にはどうなの？最高出力は当時の規制値いっぱいの280馬力、最大トルクは 41.0 キロを叩き出す。すごいエンジンだったんだ。その当時の他メーカーのレシプロエンジンはどうだったの？ちょうど R32 の GTR と時期が被るんだが、GTR の方が 36.0 キロで。同時期の Z32 フェアレディ Z も 39.6 キロだったからこのエンジンの凄さがわかるだろ。こうして比較するとすごいエンジンね。けど、トルクって何の数字だったっけ？簡単に言うと、自転車のペダルを踏み込む力だと考えるとわかりやすいな。なるほどね、トルクがあると山道でもスイスイ行けるし加速もスムーズになるわけね。そういうことだ。つまり、このエンジンはすごい。そんなこのエンジンは NA なの？いや、ターボで加給してる。どんな感じのターボがついてるの？ポルシェの959というモデルで世界で初めて採用された、シーケンシャルツインターボというのが、この車にも採用されているんだ。何それ？まず、エンジンっていうのは基本的に火を燃やして生み出したエネルギーを利用するものだ。うん、そこまではわかるわ。で、火っていうのは酸素を燃やすものだな。そうね、小学生の時に習ったわ。ターボっていうのは NA に比べてより多くの空気を燃焼室に送り込むことで、より激しく燃やそうとする仕組みなんだ。なるほどね。それで、今回のシーケンシャルターボっていうのは？まず、シーケンシャルじゃないターボがエンジンごとに決まった回転数から、加給してるっていうのは知ってるか？うん。その加給し始めるタイミングでターボラグが生まれるのよね。そうだな。そのターボラグっていうのが運転のしにくさにつながったりするから、どのメーカーもターボが動いて追加で送り込む空気の量を少なめにしたりする。そうすると、運転はしやすくなるけどパワーがなくなるわね。そうだな。だから、欲張ってターボを2つつけたりしてそれらの問題を解決しようとしてるわけだが、シーケンシャルターボっていうのもこのターボラグを解消するための方法のうちの一つなんだ。それで、シーケンシャルターボっていうのは、どういうターボなの？基本的には、さっきのツインターボの延長線上にある考え方なんだが、それぞれ追加で送り込む空気の量が違うターボを複数つけて、途中でそれらを切り替える仕組みなんだ。それだと、何がいいの？低回転域では小さめのターボを使って、高回転域では大きめのターボを使える。つまり、よりターボラグなくハイパワーにできるわけだ。なるほどね。相当欲張りな技術ね。そんな技術がこのコスモにはついてたんだ。なんだか、欲しくなってきたわ。そうか？気をつけた方がいいぞ。この車、ハイパワーで加速も滑らかだが燃費が非常に悪いんだ。どのくらい？リッター10キロ切るくらい？そんなもんじゃないぞ。その人のアクセルの踏み方にもよるが、市街地で普通に走っててもリッター2キロとかで、峠で気持ちよくアクセルを踏んだりなんかしたら1キロくらいまで悪化するみたいだ。なかなかひどい燃費でびっくりしたわ。そうだろうな。何しろ発売当時はバブル景気の末期だから。
ガソリン代よりも走りの質とかそういった方に関心があった時代だったからな。そこまで言うってことは、この車はかなり売れたの？そんなことはないな、6年間で9000台弱くらいだ。なんで、そんなに売れなかったの？そもそも、走りの面では当時のスポーツカーを凌駕するスペックのエンジンを積んでいたわけだが、内装は本革のシートに最新技術の GPS カーナビなどの豪華装備盛りだくさんな二面性があったんだ。走り屋向けのすごいエンジンを積んだ、お金持ち向けの豪華な車になってたわけね。まあそういうことだな。この二面性が、顧客ターゲットがぼやけた車になり、走り屋にもお金持ちにも響かない車になったんだ。なるほどね。そんなこともあるのね。ああ、続いて二代目だ。二代目は、トヨタブレードだ。これはどんな車なの？もともと、トヨタがヨーロッパ向けに販売してたカローラオーリスっていう車の、上級バージョンだ。オーリスっていうのは、今のカローラで言うとどんなモデルなの？カローラスポーツだな。なるほど、イメージが湧いたけど、この車をどうしたらブレードになったの？そもそも、このオーリスは主にヨーロッパ向けのハッチバックなんだが、ブレードはそれを日本向けの小さな高級車として仕立て直した感じだ。具体的にオーリスではどう変わってるの？そうだな。内装が上質になって、エンジンの排気量が増えた。そして、ブレーキも強化された。内装はなんとなくイメージがつくけど、エンジンはどんな感じなの？2種類あって、2.4 リッターの直列4気筒と 3.5 リッターの V 型6気筒がラインナップされているんだ。元がカローラなのに、V6 を積んだの？そうだ。びっくりするだろ。この車はどんな人をターゲットに開発されたの？クラウンみたいな上位車種に乗ってたけど、年をとって運転が大変になってきた人とか、子育てを終えてミニバンから買い替えようとしてる人とかだな。だから、排気量を増やしてるのね。そういうことだ。それでこの車、売れたの？もちろん売れなかった。なんでなの？正直、ライバルに比べて走りが物足りなかったみたいだ。ライバルって？メルセデスの A クラス、BMW の1シリーズとかだな。でも、排気量的には足りてるわよね。けど、走りってのはエンジンだけじゃないだろ。つまり、ステアリングとかサスペンションとかってこと？そういうことだ。それらがライバルに対して今一つだったんだ。なんでなの？エンジンの排気量だけ上げてもダメだったってこと？これは試乗した人が言っていたことなんだが、元のオーリスよりエンジンが重くなった分、サスペンションを固めているんだが、これが足回りが突っ張っている感じがする。ということでしなやかに動くオーリスの足回りに比べて不良だったんだ。排気量を上げるっていうのは難しいことなのね。続いては、3代目だ。3代目は、トヨタコロナスーパールーミーだ。こうして話を聞いてると、世界一のトヨタにもいろんな失敗作があるのね。こらこら、話をする前から失敗と決めつけるんじゃない。だって、聞いたことない名前の車なんだもん。成功はしてないでしょ？確かに、成功はしてないな。ちなみに、どんな車なの？まず、トヨタのコロナってどんな車かわかるか？いや、わかんないわ。現在でいうところのシエンタとかの後かボクシーみたいなファミリーカーだな。ボディタイプは？セダンだ。なるほど、当時は子育て中のファミリーがセダンに乗ったのね。そうだな。そんなコロナを扱っていたトヨペット店の累計販売1000万台を記念したモデルで、もともとファミリーセダンだったコロナの B ピラー、つまり前席と後席の間を21センチ伸ばした車なんだ。わけがわからないわね。シエンタのロングボディみたいなイメージでしょ？そういうことになるな。そして伸びた21センチは全て後席に割り当てられたから、足1個分広くなったイメージだな。21センチってイメージ湧かなかったけど、そう考えると結構変わる気がするわね。つまりは、後部座席に乗る子供のスペースが増えたってことだ。なるほど、子供席からお子様席になったわけね。でもこの車、カタログモデルだったの？いや、この車は500台限定のモデルだったんだ。全然、誰をターゲットにしたのかわからないモデルね。正直、説明してても意味がわからないモデルだ。これは、ザ・キング・オブ・名車ね。そうだな。続いて4代目だ。続いては、スバル・インプレッサ・カサブランカだ。これが純正なの？どの辺が気になるんだ？いや、ライト周りが。それなら、この状態が純正で売られてたんだ。どういうこと？インプレッサとはなんか違うの？基
本的に内外装をいじってるだけのモデルだ。そもそも、なんでこんなモデルが生まれてきたの？現行モデルをレトロにするブームがあったんだ。そのブームに火をつけたのは？最初は日産だと言われている。やっちゃってるわね、日産。まず、その日産が初代のマーチをベースにレトロに仕上げた B1 を発売したんだ。確かに、レトロね。それが、台数限定で発売即完売になる状態だったんだ。あ、これ売れてたのね。それに味を占めた日産はパオ、フィガロと同じような車を台数限定で発売して、すぐ完売するということをやっていたんだ。でも、気持ちはわかる気がする。その人がどんなデザインを好むかは、その人の感覚だからな。なんか、古い車って憧れるけど修理が大変だったり、税金が高かったりでハードルが高いけど、こういう車が現役で販売されてたら手軽に古い車に乗れる感じがするもん。世の中にそういう需要があった中で、スバルもこれに乗っかったんだ。それがこのインプレッサだったってこと？いや、最初はサンバーだったんだ。サンバーって軽自動車よね。そうだな。もともとヨーロッパのオランダをテーマにした遊園地であるハウステンボスから依頼を受けて、スバルがその園内の雰囲気に合う車を特注で作ったんだ。なるほど、メーカーがそういう車を作ったのね。この車はワンボックス版をベースにした、常用モデルのディアスシリーズの特注車だったんだが、これが園内を走り回っているのが好評になって、1993年の東京モーターショーに出展してみたんだ。そしたらどうなったの？市販化を望む声が殺到して市販したんだ。なるほどね。で、売れたの？サンバー全体での販売台数しか見つからなかったから、単体での台数はわからないんだが、これと全く同じコンセプトのビビオビストロが、軽自動車の主流がセダンからトールワゴンに移行しつつある中で、不利な立場に置かれていたビビオの販売を下支えしたと言われているから、これらのレトロカーは好評だったみたいだ。それで、スバルもさらに色気づいたわけね。そうだな、それで今回のインプレッサのレトロバージョンが出てくるわけだ。カサブランカね。そうだ、カサブランカだ。売れたの？それが、全然ダメだった。え、なんて？全然売れなかった。なんでなの？実は、このレトロカーのブームが起こっていたのはほとんど軽自動車だけだったんだ。確かに、今でもこういうレトロな車たまに見るけど基本的に軽自動車のイメージあるわ。これは私の推測なんだが、昔の普通車をレトロにした軽自動車には需要があるのかもしれないが、車そのものが年を追うごとにどんどん大きくなっていってる中で、普通車のセダンとかワゴンをレトロにしても、あんまり懐かしさがないのかもしれないな。確かに、この前ベンツの初代 E クラスと、現行カローラの海外仕様がほとんど同じサイズだっていう、ネットの記事を見てびっくりしたわ。古い車が小さかったから、レトロな軽自動車のみに人気が出たのかもしれないな。それで、このカサブランカはどんな感じで販売されたの？まず、1997年の東京モーターショーに出展されてそこで注目を集めたんだ。なるほど。そして、5000台限定のモデルとして1998年に売り出されたんだ。この限定車は売り切れたの？これはすぐに完売したみたいだ。あれ、売れてるじゃない？さっき、売れなかったって言わなかった？そうやって先を急ぐな。この後、カタログモデルに昇格するんだが、この後がパッとしなかったみたいで、インプレッサのモデルチェンジとともに消えていったんだ。カサブランカ様、安らかにお眠りください。こらこら、このカサブランカは今もパーツ単位では人気があるんだぞ。そうなの？ああ、初代のインプレッサは人気なんだが、中でも人とは違う初代インプレッサに乗りたい人が、カサブランカの部品でカスタムしてるみたいだ。なるほど、いい気分転換になりそうね。そうだな。それでは、5代目だ。最後は、トヨタコンフォートのスポーツグレード、GTZ だ。コンフォートってタクシーじゃない？正確にはタクシーと教習車だがな。いや、私の教習車はマツダのアクセラだから。今は教習車の種類も増えたけど、昔はコンフォートが多かったんだ。そして、コンフォートはそもそも業務用途での使用を念頭に開発されてる車なんだ。具体的には？まず、スポット溶接の箇所を減らして車体剛性をあえて落とすことで、40万キロ以上の走行にも耐えられる設計になっているんだ。初めて聞いたわ、そんな設計。なんで、あえて剛性を落としてるの？車体剛性を高めると、
車体の一部に加わった衝撃でも全体で吸収しようとすることになるんだ。けど、あえてこの剛性を弱めておくと衝撃がボディの部分で分散して受け止めることになるから、より長い距離を走行することができるようになるんだ。かなり振り切った設計ね。そうだな、そして内装ももともとタクシーとか教習車になることを念頭に作られてるから、料金を表示するメーターとか無線機を搭載するスペースを元からも受けてあるんだ。そんな車にスポーツグレードがあったの？信じられないかもしれないが、存在したんだ。ちょっと待って。細かい仕様の前になんでそんな車が出てきたの？これを作ったのはトヨタテクノクラフトというトヨタの子会社が作ったんだ。そのテクノクラフトっていうのは何を作ってる子会社なの？救急車とかパトカーとか、レースに出る仕様の車両を作っている会社だな。それだと、この会社はあんまり世間に車を売る会社じゃないのね。確かに、あんまり一般の人にはな。それで、そのテクノクラフトがなんでこの車を作ったの？調べてみたところ、東京オートサロンに出展するためだとされている。東京オートサロンって、さっきの東京モーターショーとは違うの？東京オートサロンっていうのはカスタムカーの見本市のことなんだ。対する東京モーターショーっていうのはメーカー純正の車見本市だ。つまり、そのカスタムカーの見本市に出展するためにテクノカットが出展したってこと？いや、テクノクラフトな。ああ、そうだった。それで、この後どうなって市販されるの？その、東京オートサロンに出展されたコンフォートがチューニングカー部門で優秀賞に輝いたんだ。そして、東京と千葉県埼玉県神奈川県のトヨペット店で期間地域限定で受注販売されたんだ。なるほど、記念みたいな感じね。そうだな。値段はいくらなのか気になるわ。227万円から 291.8 万円だったみたいだ。それって高いの、安いの？当時の MRS が208万円から240万円だったから、かなり高いな。MRS と違って受注販売だし最初から量産は想定してなさそうだから高いのね。そういうことだろうな。それで、この GTZ は標準モデルとどう違うの？エンジン形式は同じなんだが、標準モデルがレギュラーガソリンなのに対して、こっちはハイオク指定になってる上にスーパーチャージャーを搭載してるんだ。具体的にはどのくらいパワーアップしてるの？カタログの数値的には 26% のパワーアップみたいだ。でも、足回りはどうなってるの？心配するな、この GTZ には標準で専用のブレーキパッド、ブレーキシュー、フロントスポイラー、リアスポイラー、専用マフラーがついてくる上に、RS 渡辺製の8スポークアルミホイールと、ブリヂストン製ポテンザ G3 までついてくるんだ。見た目がかっこよくなってるだけかと思ったら、だいぶ変わってるのね。むしろ、標準とは逆方向にチューニングされてるからな。どういうこと？コンフォートは剛性を落として寿命を伸ばしているが、この GTZ は逆に剛性を高めるために、ストラットタワーバーとスタビライザーが標準でこれまたついてるんだ。なんか、こんな車を発売したのも謎だし、こんな気合入ってるのも謎だね。まあ確かにそうだな。でも、正直世の中にはこういう変な車っていうのはあるもんだ。じゃあ、これからジャパンタクシーの GR スポーツとかも出てくるの？その可能性はほとんどないだろうが、ゼロとは言えないよな。まあそうよね。以上が各メーカーから生まれたヤバい設計の車5000だ。コロナスーパールーミーとか、コンフォート GTZ とかは本当に意味がわからなかったけど、それ以外の車は有効に乗っかったり、あれもこれもと欲張った結果迷走した感じね。逆にジムニーとかロードスターとか割り切った車が長年販売されているのを見ると、迷走する車の条件が見えてくるな。そうね。すごく勉強になったわ、ありがとう。まだまだ車のこと知りたいからまた教えてね。わかったわ、霊夢のために次の車も選定しておくぜ。この動画を見て新しい情報や感想がある人はぜひ気軽にコメント欄にコメントを書いてほしいわ。この動画が参考になったと思う人はぜひ高評価とチャンネル登録をお願いするぜ。では、ご視聴ありがとうございました。